どうも、こんにちは。宣伝部長の小ちです。今日は無権代理は怖いよってことでお話をしていきたいというふうに思います。というわけで、つい先日ね、まあ、大津彩香さん側の記者会見が行われまして、今回はね、そこの資料をもとに様々いろんな話をしていきたいんですが、その前にですね、ちょっとこのマンション追放問題ですね、の方をちょっと先にやっときたくてですね、これ結構激バ案件だと思ってるんですけど、あの、まあ、簡単に言うとですね、まあ、党で 契約したマンションに橘さんたちが住んでますとで大津さんとしては自分が党の代表なんだからまあ登記所の投資であるということを利用してまあそこの契約を切勝手に切りましたっていうところなんですよねそれで出てっけってやってるわけなんですよねでちょっとね細かくまあお互いの主張を後で見ていきますけど なんかすごく大前提としてなんか代表権騒動っていうか代表権裁判してんの忘れてませんかみたいな話がありまして要はそこで決着ついてから自分が党の代表であるからっていうことで様々な契約を切っていく分についてはまあまあ別にいいのかなって思うんですけど今そこで争ってるわけじゃないですか争ってて3月に一応結論出るってなってて今やっちゃうとね 仮に大津さん側が負けたらですよ、まあ、勝ったら一応、まあ、投資の権限でもってして、えー、と契約切りましたって話になるんでしょうけど負けたらね無権代理ですよ。あの <laughs> 勝手にあの契約を関係のない人が切って追い出しましたと。 いうことになるしそれから当然ですねそれに関わった管理会社もこの騒動を知りながらですよ全く知らなければ責任ないらしいんですけど知りながらまあそこに加担したってなると、まあ、それは当然責任出てくるよねっていう,こう周囲を巻き込むようなですねすだまじいことをちょっとやってるなと思ってまあちょっとびっくりしてるっていう感じですね。 はいまあという感じで、まあでも思い返せば、ですねそもそも給料を払わないとかですね、まあ、確認できないから払わないとか、まあ、話も聞かないでねとか借金はないとか平気で言う方なんであと利息はねなしとかねだから本当に意味においてなんかこう,こう困る人の気持ちが一切わからないっていうかよく政治家って名乗れるなと思うわけですよ。つまりなんかほら なんかこう政治家にしてみたらまず一般国民のもう最低限の生活を守っていこうっていうふうに、まあ、思うのは当たり前なんであってその中において居住してるところをね、まあ、めちゃくちゃ高級なとこ住んでるわけじゃないんですよそこを取り上げるっていうことが生活の基盤を取り上げるってことでしょっていうことなんでむちゃくちゃですよね。 で普通だったらですよ、これ本当に出てってほしかったらですね、まあ、要は、党として契約してるやつだから申し訳ないけど、出てってほしいってやって、まあ、仮に権限があった場合ですよ。<laughs> で、その上で引っ越し費用等々も負担した上で、まあ、別のところにしてくださいって、普通はそういう交渉ですよね。それを勝手に打ち切って、ですね住んでるのに、しかも代表権どっちか今わかんないって争いをしてる中で、でおかまあ、その家賃もちゃんと,、えー、とみ個人で支払われてるのに出てけってやってるわけで。 まあこれはねちょっとむちゃくちゃだと私は思いますしこれはまたねちょっとこの無権代理問題っていうのがまた一つ重なったなっていうふうにちょっと思ってるという感じですね。だからもうあと勝つしかないんじゃないですかね。<laughs> でも本人は私が党だからやっぱり当然って思ってるんですかね。この辺がちょっと不思議でならないですけどね。はい はい、で、まあ、こちら、立花隆さんのツイートなんですけどね、まあ、当然、黙ってるわけもなく、ですね、警察の方にも相談に行かれた動画を上げてましたけど、まあ、大津彩氏か,からの攻撃に対して管理会社に文書を送りましたということで、まあ、一応、文書の中身としてはですね、いわゆる居住権がありますよと、倉庫とか事務所、あのいわゆる党の事務所で使ってるわけじゃないから、勝手にあの追い出すことはできませんよっていう、まあ、そういう趣旨のことですよね。でまあ あと鍵をね、まあ、大津さんがなんかもらうみたいなことをおっしゃってたらしいのでまあ大津さん側に鍵を渡したら、まあ、その補助になるからまあ直ちに刑事告訴するみたいなことがまあ書いてあるというような感じですよね。でだから先ほどもちょっと無権代理のところで少しお話ししましたけど全くね知らなければその、まあ、いわゆる善意の第三者っていうやつですかね責任ないんですけど。 もうこの通知送ったり、まあ、そもそもですけど、なんか代表権、今ちょっと争ってるからこっちの方で払うんでって説明がね、まあ、なされていったかどうかっても重要で <laughs>、それがなされているのに、まあ、管理会社がですね、やっぱりその大津さん側の求めに応じるような形で、まあ、何か手続きをしてるとしたら、それはまあ加担したっていうことに当然なるでしょうね。まあ、結構知ってるかかどどうが大事らしいんですけどね。 普通,普通に考えてまあでもどうなんでしょうね管理会社もちゃんとした会社だったら、まあ、要するにその無限大理の話もわかるでしょうし、まあ、特になんか私も無限大で調べたらね大体その不動産系の話がずらっと出てくるんで <laughs> 知らなないいわけないんですよだからまあそれよりもなんかほら外線とか来るし嫌だなと思って出てってほしいなと思ってこれ幸いって乗った可能性もあるしその辺はちょっとよくわからない。 ですよね、まあ、いずれにしてもなんかこう嫌がらせが本当すごいですよねこうやって解除しようとしたりあるいは連動する形でなんか出てけっていう連中がで、ね、ワイワイ出てきたりとかしてるんでねいやなんかちょっとやってることがいやこれがねなんか反,反社の人たちがやってるんだったらこういう嫌がらせすんだひどいねで済むんですけど一応自分はなんかキラキラ国政政党党首ですみたいなね いうことをやっててでなんか透透明明なな政政治政治と金の問題を透明にしますなんだっけ透明な政治でしたでですでしたっけあと、なんか、要は困ってる人のためにみたいな感じのなんか発信っぽいことをしてますよね。その一方で、出てけってやってるわけですよ。家賃払ってる人にねあの。何やってんのかなっていう、まあまあ感じなんですけどね。まあでも、ちょっとね、あのやっぱお,おかしいですよ、普通に。あの 給料の時も思いましたけど、だって人の生活がかかってることに関してやっぱりギリギリやってくるっていうのはねそれってま本当に反社会勢力のやってることでまあそっち側でねもう,もうなんか関わらないところで勝手にやってる分についてはまあそれはいずれなんかどっかで問題になるんでしょうけどな何て言うんだろうなもう税金 っていうのかなその国政政党という器を使ってこんなことやんなよって話でもうちょっといい加減にしろって思いましたねなんかちょっとやってることがなんかこうどのくらい本には分かっててやってるんですかねなんか自分が反社会勢力がやってるようなことをやってるという認識のもとやってるのかよくわからないですねなんか。 なんか立花さんだったら何やってもいいみたいな感じになっていて、まあ、どん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 一線を越えてるような気がするしそれからまあそれを支持してる人たちもやっぱどうかと思いますよねなんか別にお互いの主張がぶつかる分については全然いい,い,いと思うんですけどこうやって生活に関わる部分ですね給料の部分とか,きょきなんか住んでるところとか、まあ、そこを取り上げるようなことをするっていうことを支持するっていうのはもう,もうちょっとなんかもうなんかその もうすでになんかすげえなっていう,もう表現が見つからないんですけどもう関わり合いになりたくない世界の住人の人たちがやることですよそれっていうところでねまあまあそ,のそういう界隈で生きていきたいんだったら好きにすればいいんですけどちょっとありえないなと思いながら見てますはい。 はいでまあ、一応、大津さん側にも一応ね、まあ、主張はあるみたいで、まあ、このまあ文書の中で、立花さんが昨年の4月からかな、まあ、個人で払ってるって言ってるんですけど、それに対して、えー、とこの方はな,なんで知ってるのかよくわかんないんですけど、えっ、ー、とですね4月以降もある時点までは、党の口座から家賃が支払われているので、アウトだそうです。はい <laughs> であと、再契約はさ妨げてないので、個人でけ再契約。 ななさればいいってことなんですけどだからこう繰り返しになりますけど代表権を争ってる段階で何で個人で再契約するの橘さんたち側が勝ったらそのままの契約が続くだけだし大津さんたちが勝ったらじゃあそこでまあ個人契約にするって本来の流れ のはずなんですけどね、まあ、こういった嫌がらせ行為をしてですねやっぱり個人契約の方まで追い込むってことになったらその分で何かしらじゃあ再契約ってなったらじゃあもう一回仕切れ入れてねってなったら当然それを請求される立場になるんですけど分かってるんですかっていうまあそういうことだと思うんですけどねしかも引っ越しせざるをえないとかその場所が見つからないってなってくると、まあ、ちょっとね話としてはお金だけでは済まなくなる可能性がね あるかなっていう感じでねすごいですねしかし。で、えっ、ー、と、それ以外にですね、こちらの方でもですね、えっ、ー、と、7月までは当の口座から支払われていたと、家賃がってことなんでしょうね。で、その口座は残高が枯渇したので、それ以降は誰かが支払っていたと思われますって言ってるんですよね。まあ、あとなんか、京都金等々って書いてる、まあ、こっちの方はちょっとよくわからないんですけど、ちょっと私、これ見て、ちょっとびっくりしたと言いますか、 当の,のね口座ってそのりそな銀行にありましたよね。でそれを立花さんから大津さんの方に、まあ、4月にね大津さんがこう勝手に変えましたっていうのがあってでその口座でを凍結して争ってるもんだと思うんですけど違うんですかね。枯渇枯渇なんんてあるんですかなんかあっ託口座っていうのがあるのかな宅返還口座っていうのがあって で、そこに、えー、と正当助成金が溜まってんのかな。で、そうすると双方使えないって話だけどまあそこからお金を抜いてんじゃねえかっていう疑惑を言ってんのかな <laughs> その辺はちょっと本当かなこれ <laughs> っていうのがあってですねはいっていうことをまあまあおっしゃってるって感じなんですよねはいでえー、っとはいまあっていうことなのでちょっとねあの 大津さんがまたここから新しく口座を作って、まあ、そこに政党助成金をこっそりまあ入れるみたいな画策してる件がありましたよねだからそん時に何かお金がチューチュー抜かれちゃうからみたいなねだからそっちに移したんだって言っていてだからそれっていうのはまあそもそものやつはわかるんですよでこれはどん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 引かれてってダメになりましたと。でこの口座ですね。 まあ、お互いに下ろせないい座があるとしてですねお互いのなんか同意があれば下ろせるらしいんですけどそこからなんか別の形で使われてるっていうふうに思うんだとするならばそれ聞けばいいんじゃねえかなみたいな思うんですけど多分それはないんじゃないかなと思うんですけどお互いの合意がないと下ろせないんでしょだからまあでもここから考えるにですねだからまあ 新しくやっぱり大津さんがこう講座を作る意味っていうのがないっていうことをここで自分で言ってるような気がするんですけどね。はい。というところで、まあちょっとこの辺の認識どうなってるんですかね。あ <laughs> のまあでもひょっとしたらね、ここから抜けることができるかもしれないで、でもそしたらちょっとあんまり意味がないような気がするんですけどね。はい。まあ、ということでございますと。 はい続いてですねえっと記者会見の中身の方行きたいんですけどはいドンとこちらはカモフラチャンネルさんの方でね独自独自ニュース大津彩香伝説の棒読み会見でスパイ戦には完全の多かった編集ということでえっと私が先日まとめさせていただいたのニコニコ動画の方をね見させていただいたんですけどなんか視点が違うんですよねだからなんか <laughs> <laughs> なんか本当に始まりがなんかスパイみたいな感じでザーッと動いててこう撮るみたいなのから始まるんですけどまあよく入りましたね普通に取材者として申し込んだら入れたってことなんでしょうねはいまあなんですけどまあ質問としてね斎藤議員とのズームの対談においてその矛盾点はどうなんですかとかですねまあそういうのを指摘されちゃうと多分追い出されちゃうんで多分質問とかしてないですかね <laughs> でも <laughs> でもこれ <laughs> ちょっと本当に思ったんですけどその一応本人たちは国政政党だって言っていて他の政党と区別しないでくださいっていうことを言ってるにもかかわらずスパイ潜入しないとなかなかこの映像すら撮れないようなその会見を <laughs> やってて <laughs> いや本当に <laughs>。 いやなんかその本当秘密結社だなとか思いましたよだって事前登録してこいつ怪しい人じゃないかってチェックして一応何とかそれをくぐり抜けた人がここに参加できたわけでしょいやまあ本当にねだからまあ質問の中身もねまあ正直もう次とかはあのマスメディアの皆さんもう行かないでしょだって行って聞く意味ないんだもん。 聞いてもね。まあ、どうせ大したこと返ってこないし、一方的に言ってるだけだし。まあまあ記者会見の意味がないので、自分たちが言いたいことだというだけだから。まあ、ニコニコ動画さんぐらいが攻めて入るぐらいかもしれないんですけど、それすらも今後いらないかもしれないぐらいの感じですよね。まあまあ、だいたいなんか新しいことが出てきたわけでもないし。まあ、ちゃんといろんなことを聞ける人を入れ入れてくれるわけじゃないんでね。 だからそのご自身を持ち上げてくれる人たちばっかり入れて、それでに、まあ、その人たちの質問を受けてニッコニコで回答してるんですけど、いや普通は国会議員2人いなくなってしまって、もう党をぶっ壊してしまった責任を真摯に謝罪する場ですよという形なんですけどね、その責任を追及されてすいませんのところが、なんか立花が悪いっていうのを言い続けたっていう会見でね。 はっきり言ってむちゃくちゃでしたけどね。はい。まあ、っていうところで。で、えっと、それと、ここの会見に行くと、なんか資料をもらえるらしくて、それも合わせて公開しておられていてですね。はい。というわけで、えっと、これがまず、えっと、1枚目かな。まあ、みんなで作ると記者会見ということで、バーっと書いてあって、ちょっとね、私、この発表者紹介でちょっとね、び,びっくりしたというか、まあ、驚いたっていうか、えー、っとですね、ここ、 ここですね、発表者紹介えっ、ー、とみんなで作ると代表投手ということで2023年3月、えー、国内最年少の国政生徒の代表としてみたいなのがうんうん続くんですけどこんな紹介あります <laughs> いや紹介っていうか経歴 まあ、紹介って書いてあるのか、まあ、経歴って書いてないからな。普通は、こっちのトヨタ弁護士のように、えっ、ー、と、東大卒業して、とかどこ勤務して、どっかを経て、今、まあ、今、自分で独立してやってます、みたいなね。まあ、そういうのが、まあ、まあ、来ると思うんですけど、ないっすよ。もう、なんかもう、今まで突っ込まれまくった結果、残ったのは、2023年からの3月からの経歴でした、みたいな感じで、ちょっと、もう <laughs>、ちょっとこれも、でも、笑えないよね。なんか、本当に、 なんかやっぱりそっからがあの社会生活の始まりだったのかもしれないと思いましたね。これをわざわざここだけしか書かないっていうのがね。はい。っていうところありますけど、でもこういうのをなんか普通の真面目なマスコミの皆さんが見られた時に目滑らないですかね。なんか、何これ <laughs> みたいな、<laughs> その。まあ、まだいいよ。その国内最年少とまだいいけど。 えーと前党首の乱脈な党運営に疑問を抱い,いたことから旧執行ブラーと対立さまざまな圧力が誹謗中傷などと戦いながら党改革を邁進中みたいなねいうところでまあでもなんかご本人的にはやっぱりそういうストーリーで戦ってるみたいなことなんでしょうねはいちょっとねまあこれが一番びっくりしました はい、でえっとさらにですねえっ、ー、とこれは政党としての公明公正な取扱いについてのお願いということですね。まあ要するに政党交付金がもらえなくなったっていうだけだけど一応総務省が公表する政党,ん政党政治資金団体等々ですかねまあまあ名前が入ってるからまあ他の政党と同じように扱ってねと。 いうところですかね、まあ、政党支持率とか等々をもちゃんと私たちのも扱ってねって言っていて、まあ、これについてはまあどうなるかわかんないんですけど国会議員がいない政党のやつを取ってどうするのかなと思うからちょっとここはまあ要注目ですよね。まあ,あの1ヶ月に1回取るみたいなやつがあるんでそれで明らかになると思うんですけど <laughs> まあ正直取る意味があるのかなとは思いますけどね。 はいまあ、ただちょっと立花さん側にしてみ,もですして,みても、まあ、取り戻すということをが前提とするならば3月ぐらいまでにね、まあ、それはそれでやっといてもらった方がありがたいとかいろいろあるでしょうけどこれについてはよくわかんないんですけどね、はいまあ、ただこれの扱いについては、まあ、結局その、まあ、政治を中立的に扱わなきゃいけないっていう放送法の縛りの方を言うんじゃないんですねみたいなツッコミも確か入ってたような気がしますけど <laughs> まあまあ とにかくまあ、こういった案内を出してるんですけど、まあ記者会見もね。オープンでもない人たちが何言ってるのかな？とはちょっと思ってしまいました。はい、というわけでこの中身についてはね。先日の記者会見のまとめみたいなやつで紹介したんで飛ばし飛ばし行きますけど、まあ、正直これ配ってくれりゃ。これで終わったのになみたいな。<laughs> いつもペーパーで済ますんでね、これをなんかはっつけ、なんかホームページ貼っつけといてくれれば終わるのにと思いましたけど、まあ、まずは所属議員2名をまあ除名して、まあ、今後訴えますって話ですよね。で、それから、党の破産申し立てについてはですね、まあ、債権者が本当にいるかわからんとかですね、えっ、ー、と、要するに、追及から逃れるための、まあ、業務妨害だっていうことを言ったりとか、あとは、あ、これですね、政党交付金に、 よって直接的に債務の返済を行うことはできないため債務返済していくには党の活動を適切に維持拡大し寄付金や事業収入を増やしていくことは不可欠とかねまあこれについてもなんかん X でもツッコミ入ってましたけどこの借金返せるっていうのを豊田弁護士が前回の記者会見で言ってるんですよね。<laughs> 確か <laughs> どっちやねんみたいなね。はい、どっか、 えと合わせて党から不正流出した資金等々ですかね、まあ、だからまあ、勝手に今あまあの党が今まで支払った資金について回収するとか言ってて、まあ、こんなもんは通用しないと思うんですけど、だからこ,こんなことしか言えないってなっちゃうと、やっぱり破産、えー、申し立ては通っちゃうんだと思うんですけどね。はい、言い分、本当にこれだけなんですかね。まあ、あとはなんか目的が不正であるとかなんとかっていうことぐらいじゃないですかね。はい はいでえっと、3つ目がです、ねまあ、不正な資金流出とか会計不正等についてって感じですかね。えー、っとですねこれはにおいては、まあ、不透明なものがあるんで刑事、民事の両面から責任を追及しているだそうですとかこれもまあ散々言ってるやつですけど本当にこんなこと言って大丈夫かな。でそれからです、ね、会計処理がずさんで まあちゃんとやるためには専門家入れてやんなきゃいけないんで時間を要するってえと10ヶ月以上経ってから言ってますということですよね。はいまあ、でもこんなこと許されるんだったらこいつは防があるって言いながらずっとずっと引っ張ることができますからね。はい、なぜならあいつが資料を出してないからだ出したけどいや足りないんだ足りないんだって言って、まあ、いくらでもそういうことを言い続けることができるって感じなんですけどね。はい、ということであるとかえっ、ー、と。 はい、というわけで、あとですね、ちょっと今後の党運営についてで,ですね、まあ、一番、まあな、なんか出てきたとするならば、これですかね、えー、当面の運営については、寄付金収入などにより賄う方針しとしており、党の財産を大きく毀損したり、債務不履行に恐る陥る恐れはないということで、まあ、破産対策として、ひょっとしたら政党助成金は、その丸のまま残して使わずっていう可能性が、これで出てきたんじゃないかなと思うんですけどね、さすがにね。 で,で、その上で、じゃあどう運営していくかっていうと、寄付金を集めていくっていうところで、ここでまあ、ビッグスポンサーが出てくるのかどうかなんですけど、まあ、なんか出さないみたいな話も出てるから、よくわかりませんが、まあ、あの、なんて言うんでしょうね、まあ、一応寄付金はこんくらい入ってますっていうのを、まあ、近々にでも作ってですね、見せて、なんとかここを乗り切ろうとしてるかもしれないですよね。はいということがありますというところですかね、まあ、そんくらいはできるでしょう。多分ねあの。<laughs> <laughs> あのビッグスポンサーがあのネット上にいる人だけじゃなくて、まあ、隣、とうとにもいらっしゃるかもしれないからっていうことだと思うんですけどね。で、それで、まあ、この破産を乗り切ったら、まあ、またね、ジャブジャブ使うっていうのができちゃうんでね、はいまあ、そ,れはそこまで見越せるから、まあ、普通に破産の手続きに進むとは思うんですが、一応まあこういうのでなんとか対抗してるっていう感じですかね。はいはい、であとはまああの国会議員をリクルートするとかね、まあ、これも無理なんでしょうけど、とうとうが書かれてるという。 形ですかね。まあ、いずれにしてもまあこのペーパーを元に、に何か他にまあえうしたのでいろいろ付け足して言っていたのでちょっとかなり分かりづらい説明になったのはこういうことかなっていうのはまあよく分かってきたって感じであのー、隣に座っておられたトヨタ弁護士がなんかこうちょっと落ち着きなかったのはわ <laughs> かるような気が <laughs> まあしますけどはいっていうことですかね。 はいという感じでね、まあ、いずれにしてもまあこの破産手続きがどう進むかとか代表権裁判の結果等々にもなりますけど、まあ、その結果以下においてはですねかなりの責任を負うことになるんですけどね、まあ、場合によってはその逃げ方までそのなんかこう考えているってなっちゃうと。 なんかやっぱりね、やってることが某丸〇みたいだなっていうふうにちょっと思ってしまいますが、どうなるかはわかりませんね。一応、大津さんの中ではわかんないですね。まあ、正義のためにっていうのを思ってるのかもしれないですけど、旗から見てると、まあ、ないように見えるっていうか、ないんじゃねえかなとしか捉えようがないっていうところですよね。まあ、原因がもうゼロですからね。はい。という話だと思います。以上です。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくね。